はいどうも、リゼムのタカです。ケヨです。シゲです。スケです。え、誰？元アンチです。この間一対一させていただいてリズムの声が好きになりました。よろしくお願いします。じゃあね、ありがとうございます。今日だけでございます。ありがとうございます。で、今日はということで、今回現役大学生3人をね、呼んでいるので、おーおー、ガチンコ3対3対決をしたいと思います。うわ、大学生と。これ初めての試みだ。すごいね。バリバリ動いてくるよ。こっち3人引退してるけど、相手はバリバリ動いてくるから。現役ってことだね。現役。いや、なんかスムーズに入ってるけど、何現役ってことね。じゃあ、それでは大学生の方に来ていただきましょう。どうぞ。お願いします。よっ。じゃあ。でかいな。なんか、かっこいいな、みんな揃えて。そんまに揃ってる。かっこいいな。じゃあ、ちょっと自己紹介を。はい。あ、前で大丈夫だ。すいません。失礼します。静岡産業大学の石井です。お願いします。お願いします。立教大学の細川です。お願いします。お願いします。立教大学の森安です。お願いします。お願いします。石井君？はい、石井です。細川君。あ、森安です。森安？なんか聞いたことある。何？森安？本当ですか？息子さんですか？あ、まあ。ポイチジャパン。今日はなんと日本代表の息子さんが来ておられます。すごい対決になるじゃないですか。熱いね、熱いね。これはすごいですよ。ドーハですか？あ、ドーハです。ドーハ。17番つけてました。ということで、今日はね、3対3の対決するんで、今日キーパーいないから、キーパーこれね、ネット。で、5分ハーフ2本。で、シュートダイレクト。あとはもうフリー。どっから打ってもいいよね。どっから打ってもいい。これに当たって弾いたらどうなるの？それキーパー。もう続行プレイヤー。これに当たって弾いたらもうゴール。キーパー弾いたら。それではやっていきましょう。うん、じゃあ行きます。キックオフ。激しい。Nice! いけ、大学生いけ、大学生いけ、言ってる。うわ、ノーゼレブでしょ。
大学生えぐい走る。ちょっと今助けられてるね。ちょっと確かにもう相手がシュート普通にめっちゃキーパーに救われてるな。キーパーに救われてる。あいつは疲れてるからボール回してしっかり組み立てて、あのイージーなミスなくして、あと決めるとこをきっちり決めれば勝てる。いける。俺今日はこっち派だから。よし行こう。よし行こう。いただきます。後半コーナーキック。ナイスナイスナイス。よし。勝利しました。ゼムチームの勝利です。どうでしたか？やってみて。いやもう本当悔しかったんで、またリベンジさせてください。かわいいかわいいかわいい。どうぞよろしくな。はい。オファー待ってるか。オーバー以上です。オーバー以上です。まあでも今回は俺らのホームだったんで。そうだね。ちょっと立教大学乗り込むかしに行こうか。立教大学行こう。行こう行こう。え、メンバー？ということで、この動画が良かったらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。 See you!